はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は永瀬王座対藤井竜王の A 級順位戦8回戦のハイライトやらせていただきます。先手が永瀬王座、後手が藤井竜王で角換わりの将棋となっていきました。で、早めに端歩を突き合って3八銀と永瀬王座が上がっていきます。4八銀じゃないのが1つポイントですね。3八銀、急戦を含みにした指し方となります。で、藤井竜王は3三銀と上がりまして、3六歩、6二銀、7八金と進みました。で、6四歩、6八玉、6三銀と藤井竜王上がっていきまして、永瀬王座9六歩と逆側の端歩を突きます。で、藤井竜王も9四歩とおとなしく応じまして、3七桂、4二玉、4六歩と進行しました。で、そして藤井竜王も7四歩と突きまして、6六歩、5四銀と上がっていきます。で、永瀬王座も4七銀と上がりまして、何の変哲もない角換わりに見えるんですが、ここから6二金と藤井竜王が上がった手に対しまして、5八金、8四飛車と、進行していきます。これもちょっと変わった一着ですが、前例のある戦いでございます。で、8四飛車に対して前例では穏やかな指し方をしていたんですが、ここで永瀬王座3五歩と研究の仕掛けを指していきました。ここから藤井竜が大長考大長考の連続で、結果的に永瀬王座と2時間ぐらい持ち時間の差がつく形になっていきました。以下3五歩に藤井竜は同歩と取りまして、1五歩と仕掛けていきます。で、藤井竜結果的にここもちょっと悩んだ末に同歩と取りまして、この辺でちょっと2時間ぐらい持ち時間に差がつくという格好ですね。永瀬王座はここまでたった3分しか使わずに4五桂と跳ねていきます。で、実戦は4五桂に藤井竜王が3四銀とかわしまして2四歩と仕掛けていきます。で、これに対して同歩と取る手もあるんですが、藤井竜王は強く4四歩と桂馬を取りに行きました。この辺りまで評価値は全くの互角を示しております。以下2三歩成としまして、ここで同銀と取ると3三歩でちょっと後手が悪くなるということで、藤井竜王同金の方で応じていきます。同銀の変化も気になる方多かったようなんで一応触れておきます。これは3三歩と打ちます。同桂は同桂なりで取られそうだった桂が生還できて先手が大成功ですんで、頑張るんだったら2二金とするんですが、そこで1五香車とさばくのが絶妙の一着でございます。仮にこれ同香と取ると1一角と非常に狭いところに打っていきまして、これで次金取りが受けづらいという状況ですね。例えば1二金とかわしますと3二歩成と桂妙手でいきまして、同玉に4四角成、これが一例で、先手は香車を渡してしまったんですが、4五の桂も助かりましたし、急所に馬ができて次の5三桂成、もしかしたら、場合によっては5三馬とという手が非常に厳しいため、先手が有望な変化となっておりました。僅差ながらちょっとこの1五香から1一角という絶妙の一着がありまして、ちょっと後手がやられそうという状況だったわけですね。ということで実戦は同金と応じていきます。そして永瀬王座は2二歩と攻めをつないでいきました。で、ここから藤井竜王は3分ありますので27歩と打ちまして、同飛車、2六歩、同飛車、2五歩と3連打で受けていきました。飛車を引くと2二金と歩を取られて攻めが途切れてしまいそうということで、永瀬王座は2一歩成とここで桂を取って踏み込みました。非常に鋭い一着ですね。以下2六歩と飛車と桂の交換で、一見すると後手が得したように見えるんですが、そこで2四歩とこのタイミングギリギリのところで打っていきます。で、2四歩のところがちょっと形勢が分かれた要因になったでしょうか。実戦の2七歩成と指したところで評価値で言うと 60% ぐらい、そうですね、値で言うと400点から500点ぐらい一気に永瀬王座の方に形勢が傾きました。2七歩成のところでは1四金と頑張って金を取らせない方針、もしくはここで4五歩と桂馬を取ってしまいまして、2三歩成に同銀と面倒を見ていく方針、どうも、この2つが良かったようです。一番いいのはやっぱり1四金とかわして、ただこれも3三桂成とされる手が非常に厳しく、
取れば5一角と打たれてしまいますし、5二玉も3四成桂と銀を取られちゃうので、まあ、ちょっと嫌だったようなんですが、まあ、そこで2七歩成としておけば次の3七とが非常に早く、後手もぼちぼちと戦えていたと、評価値的にほとんど互角の展開だったようです。実戦は2七歩成にボロッと2三歩成と金を取ることができたのが大きく、永瀬王座がわずかに指せる形勢となりました。以下3七とと一直線に攻め合いを目策していきます。で5六銀にで、ここから藤井竜は4九飛車と打ち込んでいきます。ここで4五歩と取る手も有力なんですが、例えば4四桂と打ち込んで2四角を狙ったり、あるいは3三と金と捨てて取れば5一角を狙ったり、王様かわせば3四の銀取ったりとか、そういった手がありまして、ちょっと先手が有望な状況だったようです。なので4九飛車と打っていきました。ただ結果的にはまだ4五歩と、桂馬を取る変化の方が頑張れたようです。実戦は4九飛車に対して、まあ、3三とと永瀬王座がにじり寄っていきまして、5二玉に3四とと冷静に取っていきます。これほっとくと次4四とが非常に厳しいですね。後手がかなり苦しい状況となっております。で藤井竜はこのタイミングで4五歩と桂馬を取っていきました。あわよくば4六歩から4七歩成でと金攻めとか、まあ、4八とを狙おうとという手なんですが、実戦ここで5九金打ちと、さすが受けの永瀬という非常に硬い一着が出ました。これが正確な対応で、ちょっと1九飛車成の変化では、まあ、4四ととにじり寄られて勝てないと見た藤井竜は3九飛車成とあえて1九の香車を取らずに、王様に近い位置で竜を活用していきました。まあ、結果的には1九の香車を取った方が、まだ香車を使って粘る筋があってぼちぼちと粘れたようなんですが、まあこちらの方が攻撃に効いているという判断ですね。そして実戦は4四とと永瀬王座がにじり寄っていきます。これも厳しいです。でそこで2五角と藤井竜が攻防の一着を放っていきました。まあ、この手が素晴らしい粘りで、この手を境に局面が再び混沌としていくという格好になりました。実戦は2五角に対して永瀬王座が2六歩と働きかけていったんですが、これがあまり良くなかったようで形勢が急接近します。評価値でいうと700点ぐらいから一気に、300点から400点ぐらいまで戻っていくという格好ですね。実戦は5八角成とズバッと切りまして、同金に4八と金と藤井竜が開き直って攻めていきました。これが痛烈で逆転してもおかしくないところだったんですが、永瀬王座は5五桂と打ちましてギリギリのリードを保っていきました。これもかなり怖い手なんですけどね。まあ、じっくり読ませていくと、次の2五角の攻防に効く角打ちなどを見せて非常に厳しい手となっておりました。で藤井竜はたまらず6一玉とかわします。これも最善の一着ですね。以下2五角と王手をかけていきました。で藤井竜は5二桂と、やはりここも金と桂しかないんですが、最善の対応を見せましてワンチャンスを狙っていきます。藤井竜視点で考えても、やっぱりちょっと次5八と金、同角4八金とかが見えているだけに結構粘りがいのある局面ですね。そして以下4二角と永瀬王座打っていきます。これも鋭い着ですね。これで次5三と金を見せられて、ちょっと後手が待ってしまう格好になっております。で実戦は5八と同玉と進行しまして、そこでですね78手目4六歩と取り込んだのが、致命的な一着になってしまいました。永瀬王座から5三と金とすり寄られまして、ちょっとすり込まれまして、ちょっとこれで、体勢が消したかなという状況になっていきます。ちなみに4六歩のところ、4一金などというすごい粘りがあったようで、これでなんとか角を無理やりもぎ取りに行くような形で、一例として例えば5三角成という恐ろしい手があるんですが、まあ、5五銀同銀5三金同と7二玉と無理やりこの角を入手して、6九角の筋などを狙って、あるいは4九角とかですね、
こうしていれば先手陣も非常に危うく、まあ、評価値的には500点から600点ぐらい先手プラスではあるんですが、まあ、ちょっと実戦的に角打ちとかが非常に厳しく先手玉薄いので、これならまだ勝負系に持ち込めていた可能性が高かったようです。で、実戦は4六歩と取り込んだために5三と金が永瀬王座の速度計算の完璧にできた一着となりました。まあ、ちょっとこのと金が先手玉が上に行った時に、まあ、もしかしたらこう入玉に役立つ可能性もあったんで、5三とっていうのは結構勇気と読みのいる手だったと思うんですが、永瀬王座この辺りの読みはさすがですね。そして以下5五銀と藤井竜が取りまして、同銀に4七歩成と渾身の勝負手が入っていきます。同玉に4五金ですね。これが、銀取り受ければ4八金という詰めろ銀取りになってますんで、相当厳しい一着なんですが、永瀬王座は100点満点の回答を用意しておりました。まあ、その手以外だったら逆転になりそうだったんですが、その手だけが唯一先手のリードを保ち続ける手順でした。それが6人とですね。以下同玉にここで6三銀と打ったのが素晴らしい一着でした。同玉なら5四銀打ちと打って4五の金を抜いて、あわよくば入玉して勝とうという手ですね。で、7三玉とかわすのも5一角成と王手しまして、これ厳しいです。で、仮に8三玉とかだと7二銀打ちからやられてしまうんで、8二玉とかわしたいところなんですが、そこで、先手も5八玉とかわしておけば、例えばそこから5五金なら8四馬と取って先手玉は詰まず、後手玉はほとんど受けなしで先手の勝ちになると、こういった手順もありました。まあ、ということで実戦は6三銀に同玉と取るんですが、5四銀打ち7二玉に4五銀と狙い通り、これを取ることに成功しまして、先手がはっきり逃げ切り模様、先手が2000点以上プラスとなっております。で、ここから藤井竜は6三桂と打っていきました。これもいやらしい手で、まあ、仮に銀を逃げたりすると強撃系を作られて危なそうだったんですが、この5六玉が素晴らしい受けの決め手でした。さすが永瀬王座という感じの手ですね。で、ここから5五桂は、特に詰めろにもなっていないおらず、まあ、平凡に5二角成とかされて先手玉は詰まず、後手玉は受けなしで勝ちという形になります。なので一回4八竜と藤井竜が頓死を狙ってきました。これも怖い手で、例えば5二角成なら4六金という絶妙手があって、同銀に4七銀と打って6七玉5八竜までの詰みでございます。藤井竜もさすがの一着で頓死を狙っていたんですが、まあ、それを拒否する5八金が受けの決め手でございます。これで4九竜とかわすしかないんですが、そこで満を持して5二角成と永瀬王座が取っていきます。これで5八竜とか取ってもギリギリ詰めろになってませんので、6二金と頑張って受けるんですが、ここで5一角成として体勢決しました。で、5二金と取った手に対して8四馬と、ここに飛車がいるのが大きいですね。以下、5五桂馬と藤井竜が首を差し出していくんですが、4八金打ちとバッチリ受けていきます。ほっとくと4六金からまあまあ危なそうなんですが、金打っておくことによってちょっと受けが難しいですね。以下8九竜と取っていくんですが、そこで7四馬と金取りに当てまして、6三銀に8四桂と打っていきまして、これで仮に6二玉なら8二飛車で決まりますし、実戦の6一玉にも8三馬から永瀬王座がうまく決めました。まあ、ちなみに、ここですね、6三同馬同金7二銀と取って6三の金を取ってしまうという勝ち方も非常に有力でした。まあ、AI 的には今の手順で、まあ、評価値2500点以上と出てはいたんですが、まあ、8三馬でも、まあ、十分、評価値 80% 以上、8三馬でも十分勝てそうなところですね。で、実戦は7二銀打ちに同桂成同銀8二馬と冷静に使って次の7一飛車を見せていきます。藤井竜は7一歩と敵の打ちたいところに打てで頑張るんですが、4一飛車が厳しいです。
歩切れになるとちょっと将来的に香車取って5四香とかが困ると見た藤井竜は一回5一桂馬とあえて歩ではなく桂馬で受けていくんですが、それを見て4三歩とぼちぼち垂らしにかかられて、ちょっと投了もやむを得ない状況となっていきます。放っておくと次4二歩成が厳しいです。同金と取ったんですが4四歩とリズミカルに攻められまして、これで7四角と藤井竜が最後の牙を剥いていきます。ただ読み切りの永瀬王座は強く5五玉と出まして、5四歩に4六玉と引いていきます。そして3九竜として、まあなかなか次の3四桂などの狙いを見せていくんですけど、例えばこれうっかり4三歩成は3四桂と捨てまして、同銀に3六竜まで詰ましちゃおうっていう非常に怖い手なんですけどね。藤井竜も最後の最後までトンシを狙っていたんですが、5六歩と突いたのが5七地点への逃走ルートを、作りつつ7四の角の利きをスーッとこう遮る絶妙手で、これでちょっと、以下4一角に4三歩成同桂5三銀まで、攻守ともに見込みなしと見た藤井竜が投了しました。まあ、ちょっと永瀬王座の強さが光った永瀬王座の研究、そして、研究手順からリードした後の藤井竜を相手に押し切ったさすがの終盤力だったと思います。本当に見事な将棋でしたね。この結果永瀬王座5勝3敗でギリギリ挑戦争い踏みとどまりまして、藤井竜は6勝2敗1つ負けて、ちょっとプレーオフの可能性も考慮に入れないといけないと、そういう形になりました。またちょっと明日ですね、A 級順位戦のハイライト動画作っていきますが、まあちょっと大混戦になっているという形でございます。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ご評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。